マシューロック・マシューロックは、イングランド初期バロック音楽の作曲家。イギリス最初のオペラ作曲家であり、ヘンリー・パーセルに強い影響を及ぼした。エグゼター大聖堂の少年聖歌隊員として、音楽活動をはじめ、オルガン教育も受けた。オーランド・ギボンズの兄・エドワードに支持する。オーランド・ギボンズの息子・クリストファーとも、知り合いとなり、その後も二人はしばしば協力関係を結んだ。 エグゼター大聖堂のオルガニストの称号を得る。イングランド内戦の時期に皇太子時代のチャールズ2世の地気を得たが、チャールズ2世がオランダに亡命していた時代、その地で楽曲を作曲していたかどうかは疑わしい。王政復古後はチャールズ2世の長身となる。1653年にポルトガル大使の歓迎式典のために、マスク、キューピットと死神を クリストファー・ギボンズと共作する。ジェームズ・シャーリーの台本による、この作品は現存しているものの、最初の英語オペラとみなされている、ロードストーの行為ザ・シージ・オブ・ローズは、あらかた散逸していて現存しない。ロードストーの行為は、ヘンリー・クックラ他の数人の作曲家との共作であり、台本作家は、ウィリアム・デーブ・ナント教であった。一方、トマス・シャドウ・エルの台本による、 テンペスト・ザ・テンペストは現存している。この作品もまた共作で、アリアのいくつかはジョン・バニスターが、マスクのいくつかはペラム・ハンフリーが担当している。しかしながら、細部に主義一貫性があり、全体像としては、いわゆる激不全音楽として、ロックの手でまとめられている。この作品で記憶に残りやすいのは、 除幕の音楽であり、ロックはクレッシェンドを初めて使って嵐を模倣した。オリバー・クロムウェルが五国教だった時期は、世俗音楽の作曲家にとっては、都合の悪い時期であった。カトリックに改修していたロックは、さらなる危険にさらされた。ロックは、ヘンリー・パーセルの父親やおじと親交があり、パーセル少年がロックを身近に知っていたことは、間違いない。重要な出版人。 ジョン・プレイフォードとも親交があった。1650年代の中頃にヘレフォード社出身の一歳年下の女性と結婚した。ロックは1660年の王政復古の後、徴用されるようになった。チャールズ2世は弦楽器に熱狂したため、ロックを新設された合奏団の作曲家と私的な宮廷作曲家へと任命した。その中でロックは、 大感式の音楽を作曲しているが、気楽パートには伝統的な王宮吹奏楽団を利用している。加えてロックは、ジョバンニ・バッティスタ・ドラーギと競って、王妃キャサリンの専属オルガニストの地位を手に入れた。チャールズ2世のカトリック B 期の態度からすれば、ロックの立場を強力に後押しした可能性もある。しかしながら、非カトリックの作曲家たちの恨みを買ったロックは、 おそらく反対陣営からの横やりにより、博士号を取得し損なったと推測される。ロックの初期作品は、コプラリオやギボンズ、ウィリアム・ローズらが示してきたような、ガンバコンソートのためのファンタジアという古い伝統に、依居している。とはいえ、チャールズ2世は、この古臭いポリフォーニー様式に興味があったわけではなく、大陸風のリズミカルな部曲に、すこぶる熱狂した。ロックは、 喜んで国王の要望に応えたが、外国人の宮廷作曲家が増え始めると、次第に態度を降下した。ロックは、イギリス音楽の用語を、自分のなすべき使命とみなしたのである。自分が、イギリス最高の音楽家であると十二分に、自覚していたが、それによったり溺れたりはしなかった。その後はライバルへのさやあてを繰り返したが、攻撃された一人のジョン・バーチェンシャーは、 独絶をもって反発した。曰く明らかにカットしやすい性格だった。国王がルイ・グラビューのような人物を徴用すると、とりわけイライラしたに違いない。ロックはそれでもマスクに多くの影響を与えたが、ロックの作風は大抵国王の好みよりも重厚なところがあった。気楽曲や劇音楽に加えて、ロックはアンセムの作曲家でもある。 ロックのアンセムは単純明快で割合聞きやすく、それでいて、しばしば驚くほどの衝撃力を秘めている。ロックのアンセムはとりわけ、ジョン・ブローに影響を及ぼした。生前ロックは、多くの同僚作曲家から嫉妬の目を向けられたが、非常に性望の高い人物でもあり続けた。サミュエル・ピープスは、ロックの作品の価値を高く評価している。イギリスバロック音楽の開拓者として、 ロックはふさわしい地位についていた。パーセルは宮廷作曲家としてロックの後を継ぎ、ロックのために追悼音楽を作曲した。後世になるとロック作品はいささか見逃されがちであったが、20世紀になると再評価が進む。かくてイギリスのバロック音楽におけるロックの重要性が改めて認識されるようになったのである。ありがとうございます。